レン、ディーズライタイワン、リオ、よいしょ。今日来たのはどこですか？こちらです。新築。今日はここでとっても特別な料理を食べます。お、超特別な料理。楽しみ。よっ。もうね、これ台湾といえばこれ。日本も似ているものはあるが、台湾とちょっとなんか違うなっていう、国の特色が出るようなものを食べます。なんだそれが。今から行きます。え、なんで今回その新築に来たかっていうと、遊びじゃないんだよ。来る時とかにいろいろこの金かかるじゃない。そう、そういうのちゃんと稼がなきゃいけないっていうこと。仕事です。獅子舞です。だから今日夜太鼓やります。太鼓今日電車これできたからね。超邪魔だよね、ほんと。あはまあ、小さいイベントは今日の夜にありますと。でそれが終わったら明日はカレンで太鼓のイベントがあります。あっさい、はい、わっ。じゃあ今日のちょっとご飯行こう。先にあっさいおめでとうだ。ここはですね、何のお店でしょう。台湾らしい料理。焼き鳥。いや鍋。あ、そう、あ、台湾鍋。よっしゃ、台湾鍋食べます。楽しみ。台湾の鍋はね、日本の鍋全然違うから、ちょっと行こう。楽しみ。ちっちゃい子いるから噛んであげて。怖いね。いや諦めろ。残念でしたね。残念でしたね。嫌われてしまいました。これです。むしろそれもそれもまた気持ちいい。山下さん、この獅子に噛まれるといいことあるよっていう。ほら笑ってる。よし、もう一回行ってこい。もう一回行く。大丈夫だ。いける。あ、いけた。出よう。イエイイエイ。からもはいはい、帰ってこい帰ってこい。いやー、よかった、近づけたよ。緊急ロイ入店。そうだね。シュッ。あんま目立たないでごめん。そういうおめライダーラムーフと。ここね、台湾の鍋。でも台湾の鍋ちょっと違うのよ。これね、あれ俺が書いたもん。本当？嘘。マサイのあのソヤマックスさん。ソヤマックスさん、はいはい、コラボも。あるからね。そう、なんか IH がいっぱい。そう、 IH がいっぱい。わかる？そう、日本と違うよね。このこれがいっぱいある。いっぱいで、行きましょう。食べましょう。はい、楽しみだ。ゆえに面倒いじんだし、コーピー辣椒。え、所以一点点辣吗？一点点点。なるほど。恋愛的滋味一样。也有苦味，没有苦味。スープ選びます。普通のオーソドックスなのが昆布。ちょっとだけ辛い長めの唐辛子のやつか、マーラーっていうしっかり辛めのやつか、トマト玉ねぎ。じゃあということで、じゃあユーマ王、ユーマ王、ドラゴンボール1のでかいやつ 1、あとは、キングコング。キングコング、キングコング。ビルに登ってるゴリラ。ビルゴリラ1つ。これ1個1個で、うん、1個。それでですね、うん、日本だったらこれで終わりでしょ。来る、食べる、おしまい、うんうんうん。でも台湾は仕事があります。皿洗い作るの、うん、みんなで行くよ。そう、タレ作りです。タレね、タレね、タレ作りです。そういうことか。サーサーじゃん。サーサーじゃん。ラジャオ、ラジャオ、ロボニー、白萝卜跟蒜头、葱，然后这是我们的特色辣椒。辣椒いろいろある。いろいろあるから好きに行こう。よし。そう、これこれタレを作るか。サーサーちゃんがおすすめです。おい、今言われたのが、みんな選んでるのが全然台湾のと違うなっていう。特徴的すぎるだろっていう。台湾の人にちょっと言われた、全然違うよねっていうやつ。冬瓜レモン茶。冬瓜で、おいしい、おいしい。お、鎮前花入ってる。カレンで有名なお花。いただきます。いただきます。いただきます。ガンガン入れちゃいます。野菜入れちゃって、ガンガン。めっちゃいっぱい、めっちゃ来たい。美味しそうだね。うっ、熱っ。すっごいニンニクが辛い。ビク先生が入れたニンニクが入れすぎた、うん、肉1、2、3、4。数えてる、あの人真面目なんだね。1、2、3、4、5。いきます。お持ちいただけました。どう？うまい。あ、まだ肉が見えない。どう？辛くて美味しい。あ、これ辛いやつ。辛いやつです。タレもね、辛いの入れたんだ。お肉美味しい。そうなんですよ。台湾は、はい、こっちをこっちなんですよ。え？取ってこっち。ガンガンだね。ルーゼンが台湾です。うえっ、
すげえ。カニがなんか持ってるもん。これはそのだからスープの中に入れちゃっていいんだって、お酒。ああ、酒をスープにイン。からのカニをイン。イン。お、酒も全部入れる。全部楽しみだ。とんでもなくうまい。ニンニクのタレに合うね。うい、お肉いいですよ。早くね。はい。赤い赤い。オッケーよ。どうですか？柔らかいよ。だよね。うん。ゆっくり食べれるからいい。席も広いしね。うん。めちゃくちゃ広い。あと一人これでしょ。仲直りした。広い。さっきも言った結構その。マナー的なものは近しかったり、うん、ちょっと遠かったりみたいな、うんうん、あれね違う何か違う違ったあれねあの何も言ってないレベルだったよねあれは多分一緒あのご飯の上にお箸とかは立てるとかもあるので、うんうん、一番でかい違いはやっぱりあのお肉とか食べてる時にくっつくじゃない、うんうんうん、くっついて両方来た時にこれちょっとこれ取ってみたいなだから俺が今こうやってる時に、うん、ごめんお肉がくっついちゃったからさそっちから箸取ってよっていう、うんうんうん、これああダメだよね日本だとね、うん、これは日本では絶対ダメなの、うん、でも台湾 OK じゃない台湾にこう住んでなんでそんな住んでんのみたいな、うん、その魅力というかその理由を知りたいよね多分結婚したのもあるし、うん、あとは長く住んできたら台湾と九州の差がなくなったからだと思う、うん一緒じゃねっていうことで、うん、東京から九州にしても台湾にしてもじゃあ日本帰るかなって言っても4時間で帰れるし、うんうん、夏に鍋は美味しいから食べれちゃう確かに日本人あんま夏に鍋食わないから食わないねでも台湾鍋なんで夏なのかって言った分冷房ガンガンに効いてるからこたつのアイスみたいな、うん、全然汗かいてないもんね今あれプレゼントしてもらって美味しそうどれ美味しい卵焼きみたいなやつうまあ中に餃子みたいなのが入ってて美味しいこれ味もついてる台湾の餃子も日本と違うかも日本の餃子ってなんかあれじゃない焼いてるあれ王将ってイメージじゃない水は珍しい台湾水餃子が普通だから、うん、日本語通過台湾語で話しかけてもらってうん、よく分かってなくてもあ、オッケーみたいなのでなんかイエーイみたいなのが多くてすごい楽しかった今日3回ぐらい同じようなことがあって、まあ、確かになんか嫌な顔はそんなしないよ、うん、なんか電車とかで目あってもなんかこう、うん、行こうみたいなのが多いそうだねあんまりそのなんか冷たい店員さんとかもそうはいないかな、うん、あんま合わないかないるはいるけどタクシーにたまたまかもわかんないけど、うん、おじさんがみんないい人お兄さんもみんなハイタッチみたいな感じごちそうさまでしたごちそうさまでした美味しかったうん日本と違いましたか全然違ったねいやなんかカニが意外と食べますかちょっと切ってあってシーズンうんあそうだ、ね、肉の量とかやばい盛りがすごい多かった、うん、たくさん食べた腹がすごいあとはタレあああれ作るやつあいがなんか他の人にもいない味がうんうんサーツアジアンとかね、うん、あとはね特徴としては鍋が1個ってことです、うん、みんなでじゃなくてねあ、はいうんはい、でもみんなで食べる感じじゃないもんね、うん、1人で1人、うん、1人で食べる自分のペースで食べられるのが楽しいよねあ確かにねやっぱり、はい、違うかもう、ね、日本だと揉めるよ、ね、揉めるね確かに辛いのにすんの何出しにすんの、うん、はいということでした、うん、じゃあこれから夜はイベントです、うん、よし、はい、頑張りましょう頑張ろうよし、はい、ごちそうさまでしたということでご飯も食べたで今日は仕事です、はい、働かざる者食うべからずはいインテナイダーラガビャウイエンのディファン新築の串焼き屋さんですよっあっぱれチュアンジョーさんやっていきましょうよっしゃよっ頑張るぞ頑張るぞミッション1、客寄せ、スタートルーベンダ・スーズ・ルコ・ペイ・ヤオダ・ファー、スジー・リーだよはい、それユン・チー・ホイライだねはいはい、オッケーはいおはようございますはい、客寄せ完了みなさんごめんなさーい。こんばんは。こんばんは。
然后呢，今天是从日本来的，他们的名字叫做三宝会。对，就是马路三宝的三宝，第一个就是仙台一番的待遇。ぶち合わせ太鼓です。どうぞ。お疲れ様でした。ご飯食べます。食べましょう。美味しそうだね。味いいよ。いい匂い。蒸し焼き、これめっちゃ美味しそう。食べましょうか。食べましょう。食べて。熱そう。うん、うまっ。うまい。うまい、うん、これうまい。うまい。めっちゃうまい。ただこれ食べて、これこれめっちゃ美味しい。ん、お餅なんだ。お餅っぽいね。お餅、これね、豚の血、米と豚の血で。ああ、よかったよかった。ビール飲みたい。ビール飲みたい。美味しいね。お酒美味しくなるね。いや、ロロ。うまい。うま。うまいよね。いただきます。